器に現れたわずかな歪み、釉薬による模様、表面に描かれた美しい絵、そのどれもが唯一無二の個性、それでいて同じ作家の作品であるという統一性も感じられる素晴らしい展示でしたわ。私もです、写真や映像でも芸術を楽しむことはできますが、やはり実物を目の前にすると違いますわね。それは素晴らしいですわ。ただもう少し静かにしましょうね。作品に感動する気持ちはよくわかりますが、展示室を移動するたびに目を輝かせるあなたを見るのは楽しかったですけどね。小さな子供のようで可愛らしかったですわ。私はあなたほどあからさまではなかったはずです。それはどうやって作品を作ったのだろうと考えていたら、つい手が動いてしまって。そうですわね、やはり人を動かすのは人ということなのでしょう。あなたは私の作品が見たいのか、作品を作っている私が見たいのか、一体どちらなのですか。まったく、そういうあなたこそ何かにチャレンジしてみてはいかがです。書道とか。作品を見ながらこんな風に描けたらかっこいいなと言っていたでしょ。それに書道の題材には古典が選ばれることも多いですから、字の練習だけでなく勉強にもなりますわ。せっかく素晴らしい作品を目にしても難しくて読めないと泣く羽目にならずに済みますよ。解読能力も鍛えられそうですわね。私もお手伝いしますから、やってみましょう。家に使えそうな書籍もありますから。